先頭に立とう。魔女と呼ばれ、命の取引を通じて資料を蘇らせる闇の魔法使い。資料を蘇らせる。でも囚人を封印させたんでしょ。だったらいい人なんじゃないの。単に封印することだけが目的だったとは限らないよ。それはどういう意味。また割れてる、先に失礼するよ。またマイペースにも程があるわ。それにあのかけらとノートは何なの。完全にバカにされてる気分だわ。嫌な予感がする。同感よ。今すぐ追いかけるわよ。影を見つめすぎてはならない。